ボランチも基本的に攻撃時上がらない設定と、中央カバーできるのとサイドをカバーっていうのがあって、これは中央カバーにしておくと、例えばセンターバックが飛び出したりとか、サイドバックが飛び出して、そのサイドバックのカバーをこのセンターバックがスライドしてサイドバックのところについたって時に、すぐにこのボランチの2人、森田選手、遠藤選手が真ん中を締めるような動きをしてくれるので、こちらは中央カバーにしておきます。